僕は19歳になったので、けど下北ひなとはっていうのもおかしいんだけど、ひなとは同い年で、それで、TikTok とかその SNS で僕の曲を聴いてくれて、でそれで前のライブの時につながって、そこからも仲良くさせていただいてる仲なんですけれども、でちょっとさ、ちょっとあの何話そうかなと思ったんですけど、ちょっといろいろとね、なんか話したいんですけど、じゃ あんまりさ、けどさ、何言おうかなと思って、ほんまにマジでほんまに何言おうかなと思って、ちょめっちゃ考えたんですけど、じゃさっきもさ、前のミレイちゃんが下北ひなとはみたいな話をしてたので、僕もその流れでこうなんか言おうかなと思ったんですけども、マジで仲良くしてます。マジで仲良くしてます。これはほんまにマジで仲良くしてます。だからそこだけは皆さんもご理解ください。ということで、すいません、ちょっと本当にここステージ立ったらさ、マジでほんまにマジでほんま今日何も考えてない、いつも考えてないけど今日も何も考えてなくて、本当にすいません、もう目つぶらともう言葉出てこへんレベルになってきたんですけども、次の曲いきたいと思います。すいません、もうすっごい僕話大好きなんですよ、話すのが。だからもう話がねもう止まんないんですけども、今日はちょっと下北ひなのライブを盛り上げられたらなと思うので、皆さんよろしくお願いします。次の曲なんですけども、またこれちょっと変なんですけども、次の曲実はまだタイトルがないんですけど、曲名がなくて、
まだ無名なんですよ。で無名の曲なんですけど、じゃあ TikTok でね、ちょっとだけ上げて、ちょっとだけ上げて、多分知ってる人知ってると思う。知ってそうな人いる。いたいた、知ってる人いた。あ、すげえ、ライトつけてくれて。あ、多分そんないないかも。あ、そんないない。見た感じ、あ、いた、なんかいたいたいた。いたいた。え、嘘、ありがとうございます。その曲をちょほんまにちょめっちゃギリギリでさ、曲作って完成したの昨日とかなんですよ。で本当に、え、昨日3曲ぐらいもう詰め詰めで今週間やったりしてて、ちょっとなかなかハードだったんですけども、今日のヒロのために、ヒロのこのライブを盛り上げるために、はい、準備してきました。え、てかちょっと待って、めっちゃ MC 長ない俺、大丈夫？長いよね。ちょ巻きます、皆さんすいません。ちょっとやっぱ水飲む。あ、すいません、ただいま。ということで、じゃあまだ無名の曲なんですけども、皆さん聴いてください。よかったらぜひ撮ってなんか投稿したりして、よろしくお願いします。それではオリジナル曲、無名の曲聴いてください。どこまで行くの、この感情はステージ上がる。